こんにちは、森口博子です。9月24日東京ドームにて開催されますキングスーパーライブ2018に出演させていただきます。いやー、やりましたね。実はですね、前回スーパーアリーナで世代を超えたファンの皆さん、アーティストの皆さんと感動的なフィナーレを迎えた時にですね、これを1回で終わらせるのはもったいないと思って、ステージ上から袖に履ける時、私思わずトゥービーコンティニューってポロッと出ちゃったんですね。あそこにいたみんな覚えてる。実現できましたね。再びですよ。あの時の感動が蘇るんですね。というよりはさらに魂がたぎるね、時間を一緒に作りたいと思います。もうね、あの日から3年経ってますけど、私はあの時の光景を未だに思い出すんですね。そしてグッと来たり、よっしゃってまたエネルギーをいただいたり、あの日アーティストの皆さん、たくさんのアーティストの皆さん、パフォーマンスそれぞれ素晴らしかったです。それはファンのみんながそうさせてくれるんですよ。あの時の一体感、本当にすごかったですよね。もう宇宙でした。銀河の中で歌っているかのような、そんなキラキラしたそれぞれのエネルギーにね、溢れていました。なんかこう思い出しただけでもね、グッときちゃう。あの時のみんなのうわーとか、歌い終わった後のヒューっていう、あの拍手と歓声だけで100年はまた頑張れるってね、そういう風に思いました。ありがとうございます。今回のライブに行ってみようかな、どうしようかなって、悩んでるあなた、ぜひ体感してほしいと思います。そしてあそこにいた皆さん、また再びね、伝説のライブを一緒に作ろうではないですか。人格形成に効いたアニソンは裏切りません。そんな思いを一音入魂でお届けいたします。9月24日東京ドームをまた銀河に宇宙にいたしましょう。お待ちしてます。